バスです。今私は函館空港におります。でですね、これから、今回は、JAL の特典航空券で、東京の方に、ね、帰るわけですけども、アビオスっていうブリティッシュエアウェイズの、マイルを使ってね、JAL の特典航空券を発券しましたので、それで帰りたいと思います。ちょっとチェックインして開始してるかわかんないですけど、ちょっと行ってみましょう。この特典の場合はプラス J にあげたりとかもちろんできないんですよ。当日空席があればここできる。あ、そう。はい、では空席確認いたします。すいません、はい、ちなみにおいくらなんですか？1000円になります。お願いします。無事チェックインすることができました。で、今回は JAL なんですけども、プラス J の席がね空いていましたので、1000円でアップグレードしてみました。ちょっと一回ね、どんなもんなのかというのを乗ってみたかったので、ちょうど良かったです。それではですね、まあ時間まだあるんですけども、ゲートの前でね待っていたいなと思います。せっかくなんでここ一周しましょうかね。広いですね。正直昨年三沢空港って青森の空港を利用した時は本当にちっちゃかったので、それを比べたらだいぶ大きいんじゃないかなと思います。それではね、ゲートの前に行きたいと思います。ではね、制限エリア内に入りました。搭乗箱番ゲート、もうちょい先ですかね。いやー、函館空港ちゃんとって言ったらあれなんですけど、普通にカフェとかも併設されてすごいですね。箱番ゲートあれですね、あそこから搭乗となります。私は全部期待が見えないですね。でも丁寧に機械が見えますね。それではここで搭乗まで待ちたいと思います。それではね、搭乗が始まりましたので搭乗していきたいと思います。先ほど大橋、
それでは無事羽田空に到着しました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。どうも、チャックバスです。私はですね、羽田空港第一ターミナルに来ております。今ね、この伊勢丹の羽田ストアっていうところに来ていて、マイカードゴールドのクーポンですね。こちらが通させておきますけども、そちらがね使えるかどうかをねちょっと試したいと思います。ちょっとね店内の方をくるっと見てみたいと思います。普通にお洋服、洋服とかいろいろあるんでね、クーポンなんですけども、1500円分を、利用できました。で、カフェでもね利用できるということでしたので、本日の夕飯をね買わせていただきました。でさらに、フリテザ君のお釣りも、ね、出ますので、こちらね MI カードホールド持っていて羽田空港第一ターミナルで利用できますのでね、ぜひおすすめとなっております。Thank you.